久しぶりの故郷なんだろ。どんな気分がするものなんだ。俺には故郷がないからわからないんだ。両親は？母の名はジェノバ。俺を産んですぐに死んだ。父は…俺は何を話してるんだ。さあ、行こうか。セフィロスのおふくろさんの名前がジェノバ。調査に来たソルジャーってあなた？ああ、俺ソルジャーのザックス。ファーストね、ファースト。ってソルジャー、クラスファーストってたくさんいるの？少数精鋭だな。今回は2人だけ？うん、俺とセフィロス。そっか。変な子。何を見ている？この風景、俺は知ってるような気がする。ティファ、あんたがガイド？そういうこと。はい、撮りますよ。この村で一番のガイドといえば私のことでしょうね。でも危険すぎる。そんなことにあんたを巻き込むわけにはいかない。お前が守ってやれば問題はなかろう。離れとけ。起きたら食われちまうぞ。そいつ気絶してるだけだから。使うと汚れる、欠ける、すり減る。だから峰打ちにしてるんだ。私も中へ行く、見たい。この中は一般人立ち入り禁止だ。神羅の企業秘密でいっぱいだからな。でも…お嬢さんを守ってやりな。ジェノバ、なんだろう。ロックは開かないか。ジェノバ、動作異常の原因はこれだな。この部分が壊れているんだ。ザックス、バルブを閉じてくれ。なぜ壊れた？お前たち普通のソルジャーは魔法を浴びた人間だ。一般人とは違うが、それでも人間なんだ。しかし、こいつらは何だ？
お前たちとは比べ物にならないほど高密度の魔鋼に浸されている。これがモンスター。そうだ、モンスターを生み出したのはシンラカンパニーの北条だ。魔鋼のエネルギーが作り出す異形の生物、それがモンスターの正体。普通のソルジャーってあんたは違うのか？おい、セフィロス。だというのか。子供の頃から俺は感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。俺は人間なのか？残念だな。お前はモンスターだ。セフィロス、お前はジェノバプロジェクトが生み出した最高のモンスターだ。ジェネシス、やっぱり生きていたのか？この状態を生きているというならばな。ジェノバプロジェクトとは何だ？ジェノバプロジェクトはかつて行われた実験の総称だ。ジェノバの細胞を使った実験の名。母の細胞。哀れなセフィロス、お前は母親に会ったことなどないはずだ。名前を聞かされていただけだろう。どんな姿を思い描いていたんだか知らないが。ジェニス、やめろ。ジェノバは2000年前の地層から発見されたモンスターだ。セフィロス、力を貸してくれ。俺の劣化が止まらないんだ。ソルジャークラスファースト、セフィロス。ジェノバプロジェクト G はアンジールを生み、俺のようなモンスターを作り出した。ジェノバプロジェクト S は S 失敗したあまたのプロジェクトを踏み台に作り出された完璧なるモンスター。俺に何ができる？お前には他者へのコピー能力がない。情報が拡散しない。つまり劣化が起こらないということだ。お前の細胞を分けてくれ。君よ、恋願え。命育む女神の贈り物を。お前の言葉が俺を惑わせるためのたわごとか、それとも俺が探し求めた真実なのか。どちらにせよ、朽ち果てろ。なるほど、さすがは完璧なるモンスター。獣たちの戦いが世に終わりをもたらすとき、
暗き空より女神が舞い降りる。光と闇の翼を広げ、至福へと導く。贈り物とともに。待て！私をかばって。分かってる、ティファ。俺から離れるなよ。セフィロス、どこへ行ったんだ。何があったの？ごめん、言えない。でしょうね。セフィロスのことは村の人たちに聞いてみるわ。ありがとう、ティファ。ティファは無事だ。安心しろ。俺もソルジャーだったらな。ザックス。ソルジャーはモンスターみたいなもんだ。やめとけ。何があったんだ。わかんね。わかってたつもりだったけど。そういや、お前ティファとは知り合い？まあね。話したのか？いや、なんか訳があるんだろうけど、それでいいのか？俺なんかさ、俺はソルジャーだから戦っていればいいんだ。面倒なこと考えるのは誰かに任せておけばいいんだ。何が起こってる？敵は誰だ？なことはどうでもいいんだよ！なあザックス、その剣すごいよな。憧れるよ。使うと汚れる、欠ける、すり減る。そっちの方がもったいない。金よりもお前の方が大切だ。ほんの少しな。夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。これは夢と誇りの象徴なんだ。いや、そのものだ。俺、見失うところだった。ありがとな、クラウド。え？よし！とりあえず、寝る！